なるお。はい、なるおでございます。髪切りましたということでね、今回はこちら渡里町にある鳥の海シーサイドベースに来ております。ここを見たらわかると思います。第4回渡里町長杯の受付会場でもある場所でございます。今回はね、渡里町長杯直前ということでね、その会場となる県南サーフ、こちらをねもう徹底的に調査していこうということでね、あいにくの雨模様ですけども、天気予報見るとね、渡里町長杯当日は晴れで、釣り日和なのかなということで、ちょっとね波とかその辺はちょっと気になりますけども、今日はね本当にもう県南サーフ端から端までどういう状況なのかっていうのをね、いろいろ見せていこうかなということでね、いろいろ本当に短時間でいろいろ打ってって、海の状況だったり地形だったりとかっていうのをね、お伝えできればなというふうに、はい、思っております。それではね、渡里町長杯の回し物ではございませんけども、数字稼ぎです。はい、この時期ですと渡里町長杯っていうねキラーワードなんですよ。数字取れるんですよ。はい、ということで、その分ね名前をね使わせていただく限り、こちらもねちゃんとね、その海の状況をしっかりお伝えしてね、大会参加される方のね参考になればなということでね、はい、やっていきたいと思います。それではね、行きましょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ということで、あいにくの雨です。これが新しいやつですか？魅惑のレモンティー。はい、タカピーさんは呪いのレモンティーだけどということで、これが新しいやつですか？新しい。アールグレイのムースにレモンの味を、青チョコクリームデコレーション。なるほど、これが秋の新作ですか？新作です。あ、なるほど。あ、ここに万華鏡のモンブラン。おお。あ、これを一個取っといた。あ、こっちも新しいやつですね。はい、わかりました。はい、アールグレイのモンブランで、これがさっきです。はい、魅惑の、はい、でも呪いに対抗して魅惑の、なるほど、そっちがあれですね、ワングリーの方です。そうです、ワングリーの方です。わかります。それが本当は、そういうのがあるときは、さあ、たっぷりね、はい、売り切れになってしまったので、ありがとうございます。はい、お嬢さん、シューさんになりますので、こう酸っぱいから。あ、わかりました、わかりました。はい、県南サーフね、一番北部側になりました。こちら大畑浜ですね。はい、自分ここ来るの初めてです。いつも牛橋入るんで、とりあえずね、渡里町長杯の範囲エリア、多分ここから多分向こうの方までって形だと思うので、ここからちょっと打ってみようかなということでね。すみません、自分の解釈なんですけども、県南サーフで一番多分サイズが出やすいのここかなと思ってます。今までいろんな方から超過情報をいただいてますけども、サイズ出てのここかなって感じですかね。はい、ここもちょっとサーファーさんも多分多いのかなとは思うんですけども、入ったことないんでここ俺、はい、とりあえず初めてなんで遠浅がどうなのかっていうのもちょっと分かんないんで、打ってみたいなとは、はい、思います。一応ね、今一人サーファーさん入ってる状態です。はい、ということで大会当日だからサーファーさんもいるから、もうちょっと外れた方のあっちの方に入るともいいのかなと思うんですけども、多分200人くらい参加されるんで、多分全体的には多分もう埋まるとは思うんですけども、とりあえずちょっとね、自分も初めての場所なんでちょっと行ってみたいと思います。はい、ということで来ましたね。あ、こういう感じなんですね。どうなんだよ。やっぱサーファーさんいるから遠浅か、これ。このワンドのあってるとこあたりはちょっと深くなってそんな感じもあるけどね。ちょっとあれですね。こっちは遠浅気味なんだね。県南サーフでも。牛橋の方結構水深深いイメージありますけど。初めて入る場所なんでね。ちょっとこちらでちょっと数投投げで、あとね、ちょっと他のポイントもどんどん入ってみようかなということでね。はい。やっていきましょう。さあ、とりあえず、まずはヘンチマン。はい、マットメロンでいきましょう。さあ、ということで、やっぱ、いい波出てますね。サーファーさん来るくらいですから。さあ、ここは結構多分、河口の流れがね、あるからね、鳥の海のね。ベイトとかも多分、他のとこよりは、いるのかなと思うけどね。それで言ったらね、牛橋もね、水門のところ、流れ込みはあるんですけど。俺がもらってる釣果で、一番サイズ大きいのがここかなとは思うんだけどね。さあ、ということでね、
水の色随分濁り取れましたね。うん、大会当日は多分、まあ、結構濁りはないんじゃないですか。波がね、そんな投げれば今日くらいの波だったら全然、まあ、いいと思いますけど、流れがちょっとこっちの流れある感じですね。はい、ということでね、これ潮を今これなんか下がってんのかな。多分ちょっとまだタイドグラフちょっと見てなかったけど、ちょっと今見てみましょうか。あ、やべ、スマホ置いてきた。まあいいや、多分下げれると思います。はい、ね、さあということでどうでしょうね。流れは若干、うん、こっちの流れありますけど、俺初めて入るな。だいたいここの大畑浜ってあの大会やるときは結構その有力者の人たち、まあ、優勝候補の人とかやっぱ実力者たちがここは入ります。はい、うん、やっぱ実績があるんですよね。うん、やっぱ過去の流れ込みもありますし、うん、過去の実績があって結構入る人は多いんじゃないですか。ガチ勢は結構ここ入るんじゃないかなと思います。はい、ここか、あと本当に、まあ、笠野の方とか、まあ、あの辺のどっちかに多分両極端に分かれるの感じするな。笠野の方はどちらかっていうと大きさより数っていうイメージが自分の中ではありますけど、うん、まあ、自分はね結構あの牛橋好きなんで牛橋の方入っちゃいますけどね。さあとりあえずね、初めてだからな大畑の方は。うん、ね、意外と遠浅だなって感じですね。はい、まあサーファーさんって意外と遠浅のところに入ること多いって言いますからね。うん、ただそこのちょっとねこうリンガンレっぽくちょっと出てるようなところあるんですけど、そこはちょっとこうワンドだって深いかなって感じはちょっと思いましたけどね。うん、あーとりあえず今日はね、まあ、釣り子を取っているよ、本当にいろいろポン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 見せていこうかなと思ってるんで、だからちょっとねバス移動が結構頻繁に、うん、やっていくんで、今日は超過を出すってことよりは本当に県南サーフを端から端まで、うん、打っていこうかなということで、自分自身もねちょっと初めて入るポイントもあるんですよ。やっぱりあの吉田浜の方、あのローソンからまっすぐ来た正面のところ、ね、あそこもやっぱサーファーさんが多いイメージなんで、あそこあんまり入んないんですけど、ああいうところとかもやっぱり自分は入ったことないんで、本当に牛橋がメインなんで、県南サークって言えば俺、はい、ね、ちょっとこっちの流れ強いですね。ちょっとそこのこうワンドっぽくちょっと手前掘れずすなどがあるんで、そこちょっと行ってみたいと思います。はい、ちょっと歩いてきました。ちょっとこの辺打ってみましょう。さあということでね、いやーでも雨上がってよかったな。あのシーサイドベースでオープニング撮った時小雨だったんでね、ちょっとずぶ濡れ覚悟で、はい、やる覚悟で来ましたけど今日。いや、あっちに一人アングラさん入ってますね。やっぱり大会直前で、まあ、様子見に来てる人もいるのかな。さあということでね、今日金曜日大会2日前ですね。はい、ということで、まあこれが多分渡り町長杯開催直前のね本当のねリアルな情報になると思いますんでね。あー、どうでしょうかね。ここでバシッと俺が釣ったらね、そこのバシ多分入る人いるのかなと思うんだけど、まあ、結構ね、ちょこちょこ打ってね、バス移動する気にいるんで、今日はあんまり多分超過は多分難しいかなと思うんですけども、多分今いつものことなんですけども。さあ、どうだ、結構流れ強いな。これ渡り町長杯の時ってほとんどあれなんですよね、流れ強い日に当たってるんですよね。自分第2回第3回ってあの出てますけど、第2回の時なんか本当に濁り流れ波高いで釣りにならなかったですからね。うん、まあ、去年も結構ねそれなりに超過結構ありましたけども、さあどうでしょうね。あー、でもさっきのとこよりはちょっとこっち気持ちちょっと惚れてるとこあるかなって感じはしますけどね。いやー、ただ流れが速いね。巻き抵抗が結構すごいわ。あー、どうでしょうね。多分サーファーさんが入るくらいだから、多分今日雨だから多分入ってないのかな。いやー、結構これ流されるぞこれ。いやー、今日は全体的に流れがきつい一日になりそうだねこれね。
やでも今日午前中だけしかできないからね、午後からちょっと鬼嫁様のねちょっと護衛任務に就かなきゃいけないんで、ラーメンが食べたいとねちょっと鬼嫁様が言ってるんでね、ちょっとそちらのね護衛に行かなきゃいけないんですよ私、さあということで、あれだなちょっと流れきついねここ、さあということでね、まあ大畑はちょっと若干遠浅チックな感じ、まあちょっと場所によってはちょっと惚れてるようなところもまああるかなって感じですかね、はい、まあ河口もすぐそこなんでワンチャン本当に一発あるような場所だと思います。ちょっと次の場所行ってみましょう。はい、こういう感じで今日はあちこちも点々としていきます。はい、2カ所目来ました。さっきねあっちでやってたんですけど、そこからちょっとこっち、はい、南下してきました。ここもちょっと初めて入るポイントであります。で、ヒッサさんが来ました。あと熊谷さんもなんか合流するみたいで、はい、ちょっとね漫字会メンバーとかもちょっとね駆けつけてくれたようで、まあそこでチョッカー見せれたらいいなとは思うんですけども、結構ね今日ポン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 打っていこうと思うんでね、とりあえずちょっとここの辺ちょっと気になるんでやってみたいと思います。はい、とりあえずこっち来てみました。どうなんだろう、1キロくらいはあんのかな距離的に多分、なんかその辺ちょっと掘れで良さそうな感じなバンドがありますね。でこちらも1人やっぱりサーファーさん入ってるんで、やっぱり大畑浜はあれなんだろうね、サーファーさんが結構多いイメージなんだろうねやっぱりね、まあ、とりあえずちょっとそこのバンドになって離岸流っぽくなってるのがあるんで、ちょっとそこを打ってみたいと思います。さあということでね、こっち行けばあとはテトラがこう沖にある吉田浜とはあの方になるんで、まあ、次はちょっとそっちの方入ってみたいと思うんですけども、そこもそこでサーファーさん多いんだよね。とりあえず本当に何度も言いますけど、宇治橋とかねそっちしか入んないんで俺基本ね、こっちもこっちでなかなかサイズ出るから地元のアングラーにあんまり入ってほしくないような感じのねあの言われ方をしてるんで私は、だからあんまり大畑浜ってあの入らないようにしてんですよ、あの地元の方のねあの釣り場をあれするわけじゃないですけども、はい、ね、まあとりあえずちょっとこっち初めてなんで、こっちをどうだろうな、さっきの大畑のねあの先っちょの方よりは多分水深はあるかなと思います、あの波の出方とか見る感じでは、はい、ね、さっきのね一番最初にやったのが本当遠浅チックな感じだったんでね、でも波見るとこっちの水深ありそうだけどね、まあ、とりあえずちょっとこの辺がちょっとね、うん、掘れてそうな感じだったのでちょっとここやってみたいと思います。さあということでね、自分自身もねあの県南サーフ通ってますけど、こっちはね本当に入ったことないんでね、うん、まあ、未開拓の地ですよ、うん、まあ、自分も牛橋が、まあ、入りやすいっていうかね、まあ、コンビニがあってすぐ行ける場所なんで、まあ、どうしてもそっち入りがちなんですよね、うん、あーとりあえずどうでしょう、まあ、こっちの流れ強いのはね先ほどの場所でねもう分かりきっているところなんで、まあまた数頭投げてまたすぐ場所移動という形でねあれしますけど、ヒサさん準備する頃に俺多分移動するんじゃねえか俺、とにかくだってあと吉田浜行って、そっから今度牛橋の南が北側と南側入って、そっから笠野の方行ってとかね、え結構だからあれなんですよね、動かなきゃいけないんで、いやーつか流れがやばいな、こっちから帰ってきてますもん、はい、やばいっすよもうこれ、阿武隈川の方がまだ流れがワンチャンあれじゃないの、まああそこはもともと川だからね、ほら河口だから流れがあるのも分かるけど、サークでこの流れちょっときついな、多分波濁りは多分大会当日はないと思いますけど、多分流れだけはちょっとね覚悟した方がいいかもしれないです、あの自分2回出てますけど2回とも結構流れ強いに当たってますんで、うん、さあ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 、まああと乱岸してね流れ弱いとこ見つかればいいけど、多分大会当日は乱岸なんかできないでしょうからね、え、さあということでね、どういう感じのねあのあれがね場所があるのか、まあ、初めてねあの渡り町長杯というのにねあの今回出られる方もいらっしゃると思うんでね、まあそういう人のためにね今回私がねまあ
実際にこういうとこだよとね紹介して、ね、これを数字に変えて、再生数を狙うという、他人の超稼働、他人の大会をネタにする男なるほどございます。さあということでね、オワコンなんですよ僕は。もう2024年オワコンです。今日10月4日金曜日、リモートフィッシングひらめを開催して4日経っております。エントリー者まだ1名、しかもタカピーさんのみ。はい、オワコン企画ですということで、リモートフィッシングひらめを決定戦もうやめてしまおうかなと思ってますねえなんだ一人ってオワコン企画じゃねえかよ本当に。もうねえ、リモートフィッシングもね、オワコンだったら本当に2025年で何にもやんねえもん。ナルハイもリモートもやんねえわ本当にね。え、ロックシュダビーをやるかやらないかはひらめを決定戦のエントリー人数によります。はい、ということで50人も来なかったらもうやめてやるよ本当に。もうロックフィッシュなんか、ね、さあということで、まあ海の状況が海の状況なんで釣り行ってないっていうのも多分あると思うんですけどね。まあ今週ねほら渡り上昇班もあって、まあヒラメ釣った人は多分エントリーしてくるのかなと思うんですけど、まあ、まあ今週ちょっと超過がなかったら本当に開催やめますもん時間と金と労力の無駄なんだよ本当にね。皆様からのエントリー心からお待ちしておりますということでね、オワコン企画になるかならないかはあなたたち次第ですよ。さあということでね、自分に問題はないのかって話だけどね、もうだからオワコンなんすよ、終わってんですよ。だからね、新しい試みをね考えてはいるんですよ。私といえばねやはりね岩谷商品ですよ。はいね、あともう1ヶ月もすれば11月寒くなってくればね、岩谷製品がね活躍してくるんですよ。なんでね今年の冬はねちょっといろいろとね面白いあれが取れるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はいね、BBQ ハウスの動画でもお見せしました、あの飯盒ってね、ガスで炊けるご飯のね炊飯器あるじゃないですか。あれはあるんでね、今年はねちょっとあれでご飯を炊いてね釣りキャンプ的な動画にしようかなということでね、はい、考えておりますんで。さあということでね、はい、ヒッサさんも来ましたね、3代目ヒラメヨンが来ました。はい、ということでね、ぜひあのねヒッサさんも言ってますけど第4回盛り上げてくださいということでエントリーお待ちしておりますよ。さあということで流れがきついですね。果たしてちょっと釣ることができるのか、まあ、今日は釣ることよりね場所紹介なんで、私は今日はあれですね、ただのガイドですから。はい、ということで、濁りはないからな、マゴチとかも、まあ、でもマゴチって季節でもないけどね、もうね、さあ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 、果たしてどうでしょうか。次の場所に移動してもいいけど、ヒサさんが来たばっかりなんでね、ちょっとね、もうちょっとやってみこうか、せっかくだからね。準備してどれって時、じゃあさようならってのもちょっとね、人としてね、ちょっとあるまじき行為なんでね、そこはちょっとね、礼儀としてちょっと言いましょう、もうちょっと。さあ、ということで、どうだろうね。一つね、大会参加者の皆さんにね、ちょっとお伝えしたいのがね、間違っても仙台サーフには行かないでくださいね。前回1位と3位の人は仙台サーフになってますから ね、はい、ね、今年はどういう表彰式になるのか、ということで、仙台サーフは範囲ではございませんということだけねお伝えしておきましょう気になる方はね前回のね渡り鳥取杯の動画見てください。すごい衝撃の発言で大会運営者がミーティング開くくらいまでなってますからね、あれは衝撃的だよ、会場ざわついたもんな。さあ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 ということで、いやー流れがきついな、これちょっとプラグ投げてみようか。はい、ナルオのプラグといったらこれですよ、アクションスリーブの85マットチャートピンクが、この間マットピンクチャートで言い方逆になってますよね、前回の動画すいませんでした。はいね、マットチャートピンクです。はい、ということでね、早速投げていきましょう。ちょっとヒラメが好きそうなカラーということでね、はい、ナチュラル系にしようか迷ったけど、アピール系でちょっと攻めてみたいと思う。さあどうでしょうか。さあということで、はい、ヒラメ用が、はい、ついにキャストだということでね、
吸ってくれればいいんでしょうけど、ね、今日は僕はね本当にねポン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 移動するんでね、本当にね短時間短時間で動くんで、まあ、その中でね、まあ、超過出してくれるかな、もうあれですよね、もう他力本なんですよね、はい、ということで、人様の超過をね利用するのがなるほど釣り道楽でございますから、さあということでね、自分で釣る気はあるのか、今日に関しては釣る気はございません、今日はね案内が目的ですから、はい、ということはね、キッサさんがキャストした瞬間に雨が上がりましたね、はい、ということでいかに私があの雨男でキッサさんが晴れ男っていうのがよくわかります、さあということでね、多分俺のあれが強ければまだ雨降るんでしょうけど、うん、一応ねあと夕方くらいからまだ雨降るような感じなんでね、うん、まあ午前中は曇りでなんとか天気持つかなということでね、今日ね多少の、うん、小雨はちょっと強行突破でやろうと思って来ましたけども、さあどうだろうね、もう初めて入るところだからね、まあ、こっちもこっちでなかなかちょっとポイント的には面白そうなとこ、まあなんだろうね、やっぱ定期的にこう離岸流も出てるようなとこあるんで、面白いっちゃ面白いつけあるかなと思うんですけど、ただこっちはやっぱサーファーさん多いだろうね、多分日曜日なんか絶対多いでしょこれ、いやただこれ流れがねちょっと結構あもうでももう真正面に投げて今もうこっちまで来てますからね、密接した距離感でこの流れははっきり言って釣りならないと思います、こう扇形にこう投げてこうドリフトさせるってことがないと思うんで、真正面に投げてちょこっと流してすぐ回収するみたいな、探れる範囲が結構狭いと思います、だから多分、うん、渡り町長範囲の時はちょっと流れ多分おそらくこっちの流れ出ると思います、はい、ね、ある程度流れが、うん、あることを多分予想してやった方がいいかなと思いますけどもね、あーということで結構ねこう流れいいとこ入ってるんだけどね、まあ、そっちもちょっと良さそうなとこありますけどね、あーどうでしょうか、いやーつか流れ早すぎだちょっとこれ、阿武隈の流れより早くねえかちょっとこれやばいんだけど、これどんだけ流れ早いのちょっとこれ、いやもうこっちだよって真っ正面投げてどういう流れ方してんのこれ、本当にいや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 、これベール開けてバーっていったらずっと行くだろうねこれね、さあということでね相当流れがやばい、相当流れが、はい、もうだってこの向きですよもう、はい、いやーこれ大会当日だったら結構具合悪いぞこれ、うん、隣のちょっとお祭りするかもしれませんよこれ、なんでねちょっとねあんまり狭い感覚で大会はね多分入らない方がいいと思います、多分おそらく、うん、ある程度のねちょっとソーシャルディスタンスをかましとかないと多分お祭りになりますねこれ、さあということで、いやーこれちょっときついな、これ全体的に今日こういう流れなのは流れはのいいんだけどちょっと流れ早すぎるなこれな、激流だよこれ本当に、さあこういう流れという時はもう流してねえ、それでまあこのブレイクにこう隠れているだろうヒラメをね見つけてそれをバクって食えばいいんだけどねいや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 、これダメだな、流れ強すぎるな、俺ちょっと次あっち側移動してみるか、吉田浜の方ちょっと行ってみましょう、はい、3カ所目こちらワンとなってテトロアルドコ来てみました、はい、ということで3代目ヒラメオが、はい、来て、はい、あちらにあの3代目ヒラメハンターも来ましたということで、このクソ忙しい弾丸の時によりによってストーカーってストーカーする方大変だけど、とりあえず参加するこっち行ってみたいと思います、はい、ということで早速来ました、ヒサさんはねちょっとあっち側の方入るみたいで、はい、自分はちょっとこっちのテトラとテトラの間のこの掘れてるとこ、はい、潮通しがこう良いんで、まあ、その分潮の流れで多分掘れてるかなということでねここ来てみました、さあということでね、まあ県南でね唯一ねこういう感じのねこう地形があるところなんで、はい、さあということで早速やってみましょう、まあ県南結構こういう地形ね特徴的ですからね、
さあということで、昔ね、あの堀田さんがあのアイドルの女の子と一緒にやったのも多分この辺だと思うんですけどね、あの地形見る感じでは。さあということでね、どうでしょうか、仙台サークルの正面っぽいような感じの地形ですけどね、うん、それよりも多分こうワンドになってますからね、はい。ということで投げたのはね、あのハルフィッシュ 28g の堀田ゴールドです。はい、ということでね、ちょっとそんなに距離いらないかなということでね、はい、ちょっと手前は結構ほらあのテトラがあるんで、ワンチャンロックフィッシュ系もあれかなということで、ちょっと食い気のあるワームを使ってみました。さあということでね、ワンチャンでちょっと根がかりもあるんでね、ちょっとアクションスリムの80がちょっと投げるの怖いなと思ったんでね、はい、まあ、ハウルフィッシュだったらワンチャンの買い戻しもあるんで、はい。さあということでね、アクションスリムの85ってなかなかキャスティングのテント並んでないんすよね。あの普通のアクションスリムの105とかね、あのアクションライトとか売ってるんですけど、なぜかアクションスリムの85だけがないっていうかね、はい。なんでデュオさんはあれを作らないのかね。僕が釣れるプラグはあれですから、あのリンバーとかじゃないですから、アクションスリムの85ですから、はい、ぜひね、あの作ってほしいです、はい。あの全然店頭にいないんでね、はい。まあ、多分 Amazon とかでね、ああいう検索すれば多分、まあ、売ってるんでしょうけどね、あんまネット通販しない人なんで俺、うん。さあということでね、こうワンドになってるとね、いろんな方向からこう狙えるっていうのがね、面白いところですよね、はい。だからこういうワンドになってる時って結構風向き、こっちから吹いてたらこっちから投げれば追い風になるしってことで、横風に結構強いのがあれかなとは思いますよね、立点中が、うん。まあ、今日はね風はないんで、うん、まあ、正面からやってますけど、まあ、新米港とかもね結構こういう感じの地形ありますからね、はい。だこういう丸型のワンドのところも意外と面白いかなと思いますけど、ね、とりあえずね吉田浜の方ですね今、はい、やってまいりました。ということでここもね初めて入りますね。牛橋の方もね、まあ、テトラあるのが若干こういう感じの地形のところありますけどね、吉田浜の方は入んないもんね、本当に牛橋メインだからね俺ね、県南はね本当に、まあ面白い、あれですよ、超過になりそうですよ、超過というか超高になりそうですよね。初めて結構行くとこが多いんで、まあ、新鮮味がありますよねだから、うん。さあということでね、ただねいつも通りやっても面白くないんで、どうせやるんだったらね、こう、ね、全体的にこう、県南サーフを紹介できるくらいのね、あれば、まあ、ここまでなかなかやる人いないでしょ、端から端まで全部やるね、あれ、動くなんてことは。ああ、どうだろう、ちょっと結構、テトラ寄り側にちょっと流しちゃったけど、あでもなんだろう、こっちやっぱテトラとテトラの間だから、流れがこっちの流れないっすね。そんな言うほど、うん、あのさっきみたいな真横から帰ってくるってことがないです。なんであれだね、もしあっち側に入った人流れ強いなって時は、こっち来れば意外と流れ、うん、抑えられるんじゃないかな。こっちはだってさっきみたいなアホみたいな流れないと真正面から帰ってきてますから、はい。なんでちょっと流れが強くて釣りづらいっていう人は多分こういう地形のところを狙った方が釣りはしやすいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、こう乱眼してねこう比べてみると分かることもありますね、はい。なかなかこういうスタイルで釣りしないからね普段ね、一箇所でだいたいね決めたくらいの人なんで、うん、いやでもなんだろうね、こう乱眼することによって、ね、ポイント変えるだけでその状況が違うことに気づけますからね、はい。まあまた一つ、成長してますよ僕は、ね、釣れればいいですけどそれで、ね、いや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 、どうだろうね、結構でもこっちの方やっぱ水深あるのがやっぱ波高いよね、うん、まあ、テトラがあるくらいですからね、いやワンチャン水気あれかなと思ってね、ワーム使ってるんですけどね、うーんって感じだね。どうだこれ、いやでもメタルジグでワンカーあそこの晒しの奥狙ってもいいけどね、
波強くてあんだけ高いからね、何やってか分かんない状況になりそうだけど、あーでもなんだろうな、流れはないけどやっぱ波で結構うんワームっていうかルアーが動くんだね。これ顔ピクンピクンピクンになるもんね、うん、ちょっと一旦これ解消したらメタル地面に変えてみよう、うん、ちょっとあそこのブレイク狙ってみたいな、うん、はい、オフベイトアピールピンキンでいきましょう。 40g ですね。さあということでちょっとあちらのブレイクをちょっと狙ってみたいんで、はい、さあちょっと狙ってみましょう。どうでしょうね、まあオフベイトのこのカラーだったらワンチャン値掛かりしてもあの買い戻しが効くんでね、はい、さあということでね、ちょっとこういう危ないとこはね貴重なルアーは投げれませんよ本当に。すが言ってないや、先にこれが、あ危ない、何で今の値掛かりかや、魚どっちだ、多分おそらく釣れてる先だと思います。あ投げた方向は若干こっちだったんでね、はい、ワンチャンテトラ引っかかるかなとは思ってたんだけど、はい、ね、いい感じにキュイッと捉えてましたね、はい、おそらく値掛かりです。魚じゃないことだけは言っておきましょう。なるほど、特技は、釣れてない状況でいかに釣れているかを見せるようにする釣れてる詐欺でございます。さあということで、いやーどうだろうな、メタルジグにして、うん、あそこのね、甘めの部分結構うん届いてるから探ってはいるんだけど、でも流れないから着手取れるからねここね、うん、キッサさんとかはどうなんだろうね、あっち流れ的にもしこうこっち側に投げたらこう当ててくるの感じだよね、こっち側にこう流れてるから、ね、ああでもこっちはね流れなく真正面から返ってくるんで、うん、いや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 反応ねえな、俺もう一発投げてみましょうか。さあオフベイトどうでしょうか、この手前の方もあれだけどどうなんだろうな、そこのテトラの先根の外側の方ね、あの結構潮の流れこうあるからこう掘れてる感じもあると思うんですけどね、うん、ただね危険な匂いも元気マジで本当にふざけんなよ言ってるやさきにこれがよ、あいかねえかや、あ俺のオフベイト、俺のオフベイト、さあ熊谷方式で取れねえかな、あーこれおい夢見せてやったジークラのあれじゃねえんだからよ、確かにこんくらい曲げても折れませんってね、ジークラの線ごとやったけどさ、おいおいおいこのためにジークラ曲げてんじゃねえんだぞってよ、頼むリーダーは行かないでくれよ、リーダーは行かないでくれよ、あーつうかダメだこれ電車結びだ、あの仙台サーフあの七北坂の格好のここでやった時にリーダー切って電車結びのまま、あーおー行った行った、あーあー残ってない、多分残ってない、残って、えお、リーダー残ってる、電車結びだぞこれ、つか電車結びって意外と強いね、つかあのオフベイトがなくなりました、はい、4箇所目吉田浜の正面といった方がいいんでしょうか、こちらあの浜吉田のローソンずっとまっすぐ来たところの、はい、ちょうどねあの突き当たりのところになります。さあということで喫茶さんととりあえずやってみたいと思いますけど、熊谷さんはもうあれでしょ、牛橋行ったんでしょ、あはい、ということで僕らも後ほどあっち行きたいと思いますけど、まあどっちかというとサバさん多いポイントだけど今日はまだいないからね、大会当日はどうなのか、まあ、とりあえずちょっとやってみましょう、じゃあ
はい、とりあえず来てみました。地形的にね、手前掘れでで、その白波立ってるところあたりがこの辺ですよね、が浅くなってまた深くなってる、だからこういう感じになってるんですよね多分、うん、あっちはずっと遠浅な感じになってるんですよね、奥の方は。だから手前のこっちの方だけ深くなって浅くなってまた深くなってみたいな感じの地形ですね。いや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 、なんかすげえ地形だなこれな。ワンちゃん手前にもいる可能性はあるかもしれないけどね、はい、ちょっととりあえずこっちの方でやってみようということでね、はい、初めて入るからね、わかんないんだね。だってあっちはもうほら、もう筆山の左側はもう本当にもう遠浅な感じだもんね、ちょっとね。あ、結構ウェーディングはできるかなと思うんですけど。はい、とりあえずね、はい、ダニエル、はい、ダブルグリーンチャートのブレード付きで、はい、行きましょう。さあ、どうでしょう。ここも初めて入ります。さあ、ということで。あ、バカだ。ノーコンキャストだ。なぜこんな、筆山さんの左側の方に。ああ、本当に、本当、何やってる、一回これ、回収だ、回収、回収、回収。ヒサさんとお祭りする前に、ちょっとね、回収しましょう。またポツポツ雨降ってきたね。さあ、ということで、こっちは流れどうなのかな。とりあえず、やってみましょう。また雨降ってきたな。いやー、こっちやべえ、まだ流れ強いな、こっち多分。ああ、流され方多分一緒だな。こっちの流れがやっぱ出てますね。さっきのところは流れなかったっすね。やっぱテトラとテトラの間隔が広い分、ちょっと流れはやっぱ、ああ、やべやべやべ、これテトラに引っかかる、これ。やばい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 。やべ、立ち位置的に、やっぱヒサさんの立ち位置から流すとちょうどいいかもしれないね。こういう風に流せるから。俺のとこだとね、ワンチャンね、テトラに行っちゃいます、これ。はい。いやー、つか、降ってきたよ、これ。いや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 。おー。いや、すごいね、これ流れ強いな。ここが流れが結構、この流れで、この距離感で、そこにテトラは、もう、俺が一番投げちゃダメなとこですよ、これ。さあ、ということでね。どうだろう、こう地形的に難しい地形するよね。ねえ、いやー、どうだろう、逆に遠浅チックなところからこう深くなるところあたりをこうね、筆山の左側の方に入って流して釣るのはありかもしれないけど、ね、うん、ここはちょっと地形難しい地形するね。手前深くなって浅くなってまた深くなってだから、ね、ちょっとサーフでなかなかないような地形だよね、これね。うん、まあ、ワンドになってて、こう、テトラとテトラの間に入ってるから、ちょっと難しいような、地形になってるんでしょうけどね。でも、まあ、複雑な地形だから、魚が居つく可能性もあるかなとは思いますけどね。さあ、どうでしょうか。なんだ、流れがすごい、流れがすごい。ねえ、これ逆にこうワンドだからさ、こっちからこうやったらさ、こう当ててくる感じだよね。か、要は戻されるって感じでしょうね、流され方的には。いや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 、これすごいな。こっちの流れがやばい。あー、なんだ、ゴミ？あー、でも結構ゴミ溜まってんのかな、ここ。ゴミ引っ張ってきますね。なんだろう、県南で初めてじゃない、こういうゴミ引っ張ってきたの。ねえ。あんまりゴミ溜まってるような感じではなかったんだけどな。さっきのとこでね、ゴミ溜まってるってなったらまだあれだけど、意外とこっちの方がゴミ溜まるの、あれなんだろうね。さあ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 。でもこういうゴミ溜まってるとこ意外とクロダイとかいたりするからな、こういう貝とか食べたりするから。さあ、とりあえずちょっとやってみましょうか。相当流れ速いからね。さあ、果たしてどうでしょうか。雨がポツ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 また降り始めてます。
流れがね、いやこっちも若干ちょっと流れは弱いかなと予想してたんだけど、まさかこんなに流れが、大畑の時と同じくらい流されてますもん。だって流されるスピードはね、もうちょっとこっちの方早いかな。ただこっちの方ね、大畑に比べてね、あれなんですよね、濁りが若干出てきたかなって、さっきヒサさんの話してたんですけど、だって手前でだってヒサさんのあそこの立ち位置でアンクライムだって水位あるってことは、やっぱ手前やっぱ掘れてるんですよね。だからもうちょっとあっち側に行けば、あれでしょうね、遠浅だからそんなね、あんなディープな感じにはならないと思うんだけど、うん、おなあ、今ブクって言ったけど、なんか絶対なんか当たったな。もう流され方がやばいもんね。もうちょっとドリフトさせてみたんですけど、ああダメだ、すんごいはい、今ヒザさんと議論して、ここはあのサーフ釣りする地形じゃないと。こっちも全面的に遠浅だもんね、うん、こっちは深くなって、ね、浅くなって、まだだからあっちのブレイクまで届かせないと多分釣りが成立しないです、ここは。なんでここはあんまり入ることおすすめしないです、うん、はい、ということで、自信ある人はいいと思います。フルキャストなので、遠投できる人は牛橋行きますか。じゃあ、はい、やっと本来の僕が来てる牛橋北側でございます。まあ波がないねということで、多分一番釣りしやすいんじゃない、多分ここ。こんな感じでしょ。はい、誰も今回の釣り人見れませんけど、サーファーしかいないですよはい、ということで早速やってみましょうか。じゃあ、はい、久しぶりに来ましたね、県南サーフ内橋、ね、いつもこっち側かそっち側のね、南側かって感じだったんですけど、前回ね、その特定線の下見だってことでね、南側入りましたけども、今回ちょっと北側の方来てみました。なんだろう、随分こう勾配がきつい感じのイメージだったんですけど、随分砂が持ってかれて、こうなだらかな感じのね、こうサーフになってますね今、はい、ちょっと自分この流れ込みのことちょっと気になったんで、ここの流れ込みがこうなってる、ちょっと掘れてるとこやってみたいと思います。若干ここね、もう根がかりも点在するんで、ちょっと怖いですけど、うん、やってみたいと思います。潮もね、ちょうど今干潮、潮止まり1時間前くらいの状態なので、まああれですね、サンスタイムとサンスタイム、熊谷さんがちょうどね、そっち側の南側入って間持ちバラしたとかっていう情報がちょっと今入ってきたんで、まあ、サンスタイムとサンスタイムなんですけどね、ちょっととりあえずね、ここのこう流れ込みあるとこ、こういう多分掘れてると思うんでね、はい、ちょっと流れがこっちにあるんであれば、テトラに引っかかる可能性もあるんで、ちょっと一旦投げでちょっと状況を把握したいと思います。さあ、ということで、やっと本来自分が通ってるね、牛橋来ました。やっぱ県南サーフは牛橋が多分一番釣りしやすいと思いますね。こっちはサーファーさんいないですし、ね、さあどうだろうね、流れ的に本来だったら多分こっちの流れが発生するんですけど、流れ込みでこういう風に行くんで、こう持ってかれるのかなとは思うんですけどね、はい、さあここは変な多分地形変化してると思うんですよ、この流れ込みのね、せいで、だからね、ワンチャンちょっと潮の流れは速いけど、地形的に変な掘られ方してきたら魚がいるんじゃないかなということでね、もうテトラも近くにありますし、はい、ちょっと根がかり覚悟だけどね、はい、ちょっと狙ってみたいと思います。ここで釣れれば面白いけどね。あー、でもなんだろうな、さっきみたいなアホみたいな右の流れはそこまでないです。もちろん右には流されるんですけど、さっきみたいな真横から帰ってくるような流され方じゃないですね。やっぱこっちに流れがあるんで、ある程度こう流れがこう、抑えられてるっていうか、はい、こう持っていかれる感じですもんね。だからさあ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 、ちょっとこの辺でちょっとね、狙ってみたいですね。さあ、ということで本来のね、自分の通ってる県南のホームですよ、はい、
県南は牛橋、うん、北側が南側だってここしか入んないんだ俺、うんね、まあ大畑の方とかもね、まあ初めて入りましたけど、まあサーファーさん多いイメージだからね、あっちはね、うん、まあサーファーさんとのね、あんまりあの絡みが、うん、ちょっと気になる方はこっちの方が、まあ、大会当日はやりやすいんじゃないですか、うん、でも地形的にはこっちの方が多分面白そうな感じだと思うんですけどね。だからいつも俺こっち入ってるってのもありますけど、まあでもいつもこっち入るけどこの河口の流れ込みの近くはあんまり行かないですよ。やっぱ根掛かりあるんでここ、うん、ここでね何個かやっぱ持ってかれてるルアーもあるんでね。いやーでもね、県南釣りたいよ本当に。2021年の多分6月か7月くらいかな、一番最初ここ釣ったの。そっからね釣ってないからね、最後ね2021年9月くらいから。本当に本当今年釣らなかったら本当4年間釣らないことになるんだね。ね、今年の目標は県南と閖上の河口で魚を釣ることっていう、ね、目標だったんですけど、それは達成できなさそうですね。はい、ね、今年の目標はヒラメ10枚だっつって1枚も釣ってません。はい、唯一達成したのマゴチ、去年2本しか釣ってなかったんで今年はそれを越すってことはね達成しましたけどね。いやどうだこれ、この辺結構わしゃわしゃなってて面白そうだと思ってねやってんだけどね。うわお波がどうしようね、水深あるから結構いいかなと思ったんだけどな。いやどうしようこれ、ブランドとかの方がいいかな、ヒラメ狙うんだったら。はい、アクションスリム85クリアベイト。さあ僕が一番、はい、大好きなルアーが来ました。はい、僕はこれで今年マゴチを仕留めていますということでね、今年これで釣ってること多いですからね。ノビル海岸でカレイを釣り、仙台サーフでね志賀浜でねあのマゴチを釣りということで、ね、仙台サーフはあれだよ、あのハールフィッシュだよ。はい、ということでね、さあどうでしょう今年の当たりルアーですこれ。流れはそんなないからな、やりやすいってやりやすいんだけど、フィッシュさんの方だとどうなるな、やっぱちょっと右の流れって発生するのかと思うんだけどね、こっちもやっぱ右には流されるんだけど、この流れ込みの関係でね少しこうねこうお互い背はぶつかってちょうど俺のところでこう正面に返ってくるような感じがね、潮の流れになってるんで、あーちょっとねそういう複雑な潮だからね、ちょっと海底の方もそういうちょっと複雑な、うん、地形変化があるのかなと思って、そういうところにいる魚を狙ってはいるんだけどもね。あ別に俺今回はヒラメにねまあ特化してやってるわけじゃない、まあ、なんか魚が釣れればいいかなって思ってんで、今日はまあ本当に釣り場を調査しに来てるだけなんで、うん、まあ釣果がまあそれに釣れ来ればいいかなと思いますけど、うん、まあでもねできればヒラメ釣れた方が嬉しいですけどね、ここまで1枚も釣ってないんで、うん、まあということでね、南側の方では熊谷さんがヒットということでね惜しくもバラしましたということだったんですけども、まあ干潮ね潮止まり1時間前だからチャンスタイムってチャンスタイム結構こういう時間帯に釣ること多いんでね、うん、あーどうでしょうね、大会自体はどうなのかな、競技時間10時くらいまでなのかな、もう試合に着く時間が何時かちょっと分かんないけど、うん、ね、さあどうでしょうね、濁りもそこまでないですねこっちは、うん、あの吉田浜の方は若干ちょっと濁り感じましたけど、大畑牛橋の方に関してはそんなに、うん、これといって濁りもないですが、女の魚派手だね今ちょっと、何かベイトいるな、うん、
ちょっと、ヘトロ側にちょっとやりすぎた。ちょっとこっち側に戻さないとダメだ。結構こっち寄りに投げちゃった今。さあどうでしょう。なんか魚のあれ見えたな。うわヒット。あ違う。なんで今の。なんか当たったぞ今。今グーって。なんだ今の。なんだ今の。なんかいるな。ちょっと待って。ちょっとこれあの寄れんのがなんか多分いるだ。なんか魚なんだで、ね、ドラムはサービスドラムに捨てたほいがしらねえ。さあ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 どうでしょうか。どうでしょうか。なんだ今なんかグッと持ってかれたな。ゆっくりちょっと真剣にやりたいね。やっぱね、5カ所目にしてやっと本来のホームに来たんでね、やっぱここはちょっと他の場所とやっぱ思い入れが違うんで、なんといっても俺がここで初めてマゴチを釣ったのがね2021年ですから、反応ないな。ちょっと俺もあっち側乱獲しようか。はい、ちょっと流れ込みからちょっと、はい、こっちの場所外してきました。さあ、ということでね、ちょっとこの辺やってみましょう。さあ、ちょっとね、場所をね、左側にずれてきたんで、多分こっちの流れ多分出るのかな、こっちも。どうなんだろうね。とりあえず引き続きアクションスリム85でやってみましょう。あーやっぱこっちの流れ強いね。さっきやっぱやってたとこはこっちからこう流れ込みがあるからある程度こっちの流れを抑え込まれてたけど、いやーこっちはやっぱダメ。完璧もうこういう流れですね。うん、横の流れが強すぎる。そう考えてさっきのところの方がなんかまああれだろうね、こういう風に流されにくいんで、まあちょっと根がかりの心配もちょっとありますけど、あっちの方が多分流れ強いので面白いかもわからないけどね。さあということで結構真横から帰ってくる感じで、これ結構流れきついな。ちょっと左側の方に投げましょう。されるね、結構こっち側に投げてこんくらいまで今来てるからね。あ今日は全体的にこっち流れが強い日だね。唯一流されなかったのはあの吉田浜のテトラとテトラの間が真正面から帰ってくる感じかな。まあそうはね、あそこの流れ込みをね、この潮の流れを利用してこっちの流れを少し抑えてね、上げてくる潮をうまく利用してこう正面から帰ってくるようなね、立ち位置でさっきは投げましたけど、ちょっとなんか魚っぽいような当たりはちょっとあったけど、どうだろうな。はい、さっきの場所戻ってきました。それでね、はい、ルアーは交換しました。ハウルフィッシュホッタゴールド、はい、27g で、はい、ちょっと行きたいと思います。ちょっとねさっきアクションスリムでねちょっと当たりあったんで、ワンチャンこれだったらまあ食ってくるんじゃないかなということでね、可能性あるの多分ここくらいかな。流れも、こういう流れで抑えられるから、ちょうどあそこの流れ込みとか面白そうだと思うんだよな。潮の流れがね、この辺が多分面白いことになってると思うんだよね。あそこだけなんかわた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 してんだよ。ああいうところの方が魚がいたりするかなと思うんだけどね。ゴミは引っ張ってこないな。どうしよう、まあ本当にここスレスレで行く。ガチでちょっとスレスレ狙え。ヘッドラインに引っかかる可能性もあるけど、ここはちょっと勝負に行こう。さあ一番このもみくさいに合ってるこの潮のぶつかってるとこ
ね、あの沖にこう流れ出てるあの潮目に今打ち込みました。ああ、唯一、ね、流されずに自分のこう正面からこう帰ってくるポイントここなんでね、ここでちょっとねやってみたい。ちょっとねトン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 とアクションを入れながら、やっぱりあ複雑な流れだからあれだね、ボトムは取れないけど、流されっぱなし。ああなんだいったか、なんだなんだなんか、ああ軽い、一瞬なんか重かったな、なんだ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 ったんだ今の、なんか変な違和感あんだよな。なんなんだべ今の、あかなんか変な、なんか重いんだよな今の、なんだ何だったんだべ、魚なのかゴミなのか何なのか、まあ結構なわけないけど、あー、すみません、なんだなんかすげえ、なんか当たる時あるんだよなこれ。ああ。さあどうでしょう、マッチコか、いや違う、マッチコだね多分釣れてる詐欺だ絶対これね。でも何かしらここワンチャンクロダイとか釣れたら面白いけどね、俺こういうサーフロットで黒だって釣ったことないからさ、もう深瀬釣りですか、黒だって釣ったことない人なんでね、こうルアーで釣ったことないんですよ、俺の中の概念であのルアーで黒だって釣るっていうのはもうないんで、深瀬釣りでねあの黒だって釣るものだと思ってるんで私は。さあということで、いやー多分俺的にはワンチャンここが勝負どころかなと思ってんだけどね、ここあんま流されないからいいんだけどな、逆に変な流れで魚が痛いのかな。さあということで、ちょっと反応ないな、ちょっと南側行ってみようか。はい、ということで牛橋南側に来ました。雨でねこの辺水たまり心配してましたけど、水たまりなさそうなんでね、多分全体的に全部こう車は止められるかなって感じでね、はい、結構ねあの水たまりできちゃうとね車止められる場所限られてくるんでね、県南サーフって、はい、なんでまあその水たまりの心配なんでね、はい、あの車は、はい、全体的に止めれるかなと思います。ということで、あそこに今歩いてるの熊川さんなのかな、あれずいぶん遠くにいるね。まあとりあえず行きましょうか。さあとりあえずやってきました。こちらはもうなんかこっちも若干こうサークの勾配が結構きつくなってるのかなって感じで、なんだろう、あこっちはなだらかか、なんか結構あれだね、こっちは結構勾配きつい感じになってますね。どうですかバラした、さっきマゴチ1匹ヒットしたんですけど、はいはい、足元で外れたので、あワンドが1個2個3個4個5個6個続いてるんですよ。あなんかワンド、なんかワンドになってるね、ワンドになってでワンドのちょうど右側のところにこれ離岸流になってる。おー離岸流のちょっと左側の緩んだところでさっきあの、あーはい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 、あーが随分ワンドっぽくなってるね上から見ると多分ね。うん、ワンドの右側に全部離岸流入れてるんで、あなるほど、これがあれですよ、ヒラメハンターのあれですよ、立ち回り方ロジックですよ。はい、ヒラメのあたりまだないあなるほど、これここでダメならと笠野行ってもう6カ所目ですよこれ、6カ所目結構行きましたね、だって我々大畑からずっとここまで来てるんですから、今週末のあれですね、調査ですね、調査です、はい、だから今日中に動画上げますこれ、はい、だって大会前に上げなきゃ意味ないですだってこれまあとりあえず頑張ってやりましょうじゃあ、はい、さあということでとりあえず
なんかこう見ると本当にね、あの半分になってるんですよ。だからちょうどここもちょっとあれかな、こっちで多分そっちからが多分ワンドになってる感じかな。とりあえずちょっとこっちら辺やってみて、あとそのワンドの方攻めてみようかなってことで、多分入るんだったら牛橋南側が多分地形的に面白いかなと思いましたね。北側も悪くはないけどね、一番、こうワンドになってフラットやって面白そうなのはここかなって感じかな、やっぱり。だからここ多分激戦区になると思うんでね、はい、大会参加される方は、ここ入るときは覚悟してた方がいいと思いますよ、ね。まあよくね、こういうのをやる場合は仲間の人にね、先に入っててもらって、あのね、いわゆる場所取りってやつですか、はい、あとね、エントリー終わってね、こっちに来て、あと場所をね、交換するっていう、まあ、そういうやり方やってる人が、まあ多分、グループでやってる場合はそういうやり方がね、よくありますけども、まあ、大きい大会とかだと、まあそういう風にやった人もいますけどね、でも、鳴尾杯の場合ってそれないんですよ。だから、お連れ様もみんな参加なんで、俺の場合は。はい、ね、だバス取りっていう概念がないんでね、あれですけど、まあ、こういう大きい大会となるとね、やっぱそういう人も出てくるでしょうから、ね、まあ、結構問題視されてる部分ですけどね、そこね、まあおそらく多分ここが相当、はい、激戦区になるかな。本日熊谷さんが足元で孫ちばらせるっていうくらいなんでね、地形的にも面白そうで、やっぱやりやすい部分はあると思います。こういう風にね、人がほとんどいない状況だったらね、面白いかなとは思うんだけども、多分大会当日は一度入ったら多分あとランナーできないでしょうからね。多分後半になってね、心で諦める人が増えてくるから、そこでね、ある程度のね、ランナーできるスペースができれば、まあちょっと移動できるかなって感じ。ただね、ああいう大会って一つ言えるのが、同じサイズだった場合って最終的に帰着時間早い方優先されたんでね、大きいの釣れた場合はさっさとね、行ってもう帰着エントリーした方がっていうのも、まあそういう大会のまあ立ち回りがの一つでもありますよね。はい、基本チョーカーの無縁なんで、私はそんなの全く気にしませんけども、はい、ね、優勝することとか入賞することじゃないんだよ、僕はね。僕は広報活動のためにね、去年一昨年のね、渡り町長杯の方をね、出させていただきましたけども、果たして今回はどういうような大会になるのか、前回のような波乱が巻き起こるのか、ね、去年の大会が気になる方はぜひ、去年の渡り町長杯の動画を見てください。表彰式波乱のね、表彰式だったんで、ね、さあということで、どうだろうね、ちょっとここら辺打ってみてダメだったら、ちょっとそっちのワンド側は、やってみようかなということでね。なんだフィンチマンの重さじゃない、違う、なんだこれ、違う、あーなんだ、違うか、え、フィンチマンの重さ、あー違う、なんだこれ、あれだな、多分これ勘違いだな勘違いだこれなんだこれ、絶対なんかエビってかなんかだな、なんかそういう感じの抵抗だな、多分エビってますかね、これ、あ、エビってね、何だったんだべ、一体巻き抵抗だったのかや、ちょっとそっち側行ってみようか。はい、ということでちょっとね、こっちのワンドの部分に、はい、来ました。ちなみに俺の釣り動画を見てサーフ始めだっていう人結構いらっしゃるんですけど、ワンドって何って人多分いると思うんですよ。こういう風にこうくぼんでる部分、こういうのをワンドって言います。はい、ね、なんでこういう風になってるところの右側の方が結構離岸流出やすいっていう風に、さっき熊谷さんが言ってたんですけども、さっきそこでかけたっていうことでね、はい、だから今日はね、こっちの流れが結構あるんで、まあ離岸流ってこう沖に出るんで、そこでこういう流れでこういう流れがぶつかるところあたりでちょっとね、魚がヒットしたってことですよね。はい、なんでね、まあ一つね、こう掘れてるところなんですね、これワンドになるっていうところは。だからまあ若干ね、こう地形変化があるんで、まあ、こういうところに魚がいやすいんじゃないのっていうね、はい、まあそういうふうに言われてますよね。まあちょっとこの辺ちょっとワンドのところやってみたいと思います。さあ、ということでどうでしょうね、久しぶりに来たけど随分ね、この辺から急に深くなってるもんね、もうね、ほら色
ね、これが県南サークですよ。ね、そう。とりあえずちょっと投げで、ね、やってみたいと思いますけど、いやーでもなんだろうな、武田軍団とのね、あの頂上決戦ね、やるってなった時の下見に来た時より地形が随分まだ変わってますね。こんなに多分バンドになってなかったんですよ。あそこに多分流木打ってると思うんですけど、あそこで俺サムネ撮ってんですよ前回、ね、あの砂が少し埋もれてますもんね。少し砂がこう出てあれだろうね、まあ、地形相当あれだね、変わってるね。すが、いやあんだ、やっぱこっちの中で強えな。さあ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 、ということで砂の粒子荒いんですよね、この県南って。だからあのルアーの色のハゲ方が多分仙台サークとか仙南サークに比べて結構色ハゲ やすいです、ここはい。結構ザラザラついてなんでね。さあということで、どうだろうね、ちょうどその辺がこうワンドのこういう風になってるところでね、こう今ほら沖の払い出し出てますね、ここら辺ね。あそこら辺面白そうだけどね。とりあえずちょっとこの辺からこう流してそっち側ちょっとやってみようか。あさ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 あ、とりあえずねヘンチマンで今やってますけども、あーどうだ、いやーでも久々にこっち来たけどあれだな、ずいぶんいい感じに地形変化したなこれな。ねえ、多分今日が10月4日、まあ大会開催日が10月6日なので、もう2日間で極端な地形変化はないと思うんで、ね、そのリアル的なねこの情報をね、お届けできるんではないでしょうか。それがね鳴尾の釣り道楽でございますから、ね、決してね1ヶ月前の動画やら1週間前の動画など配信はいたしませんということでね、これは本当にね大会直前前だから当日動画アップするか翌日いい動画アップするかですよね。さあということで、いや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 、どうなんでしょうか。とりあえず今はもうすぐそこ離岸流です。はい、せめて効果は出したい。6カ所も移動してるんですからね県南サーフ。いやー本当にね、あと最後笠野で今日はねフィニッシュかけたいと思います。はい、7カ所目笠野の方まで来ました。今回ここくらいまでかなということで、こっから先磯浜の方はもう山本町になりますからね。まあ一応渡り沿岸地域ということでね、山本町は違うのかなという解釈で、まあ、この辺までが県南サーフだなと、はい、私は思います。さあということでね、若干サーファーさんいますけど、ちょっとこっちの方を、ね、最後やってみようかなと、はい、思います。はい、とりあえずねこっち来ました。去年の渡り町長杯俺この辺やってたんですけどもね、はい、なんか最後あれかな、その辺でヒラメ釣ってる人いましたけどね、参加者の方で。さあということで、この辺ちょっとワンドチックになっててね、まあ、この辺ちょっと面白そうだなということでねやってみようと思います。はい、ルアーはちょっとヘンチマン、はい、フラッシュチャトグロ 32g ですね。若干なんか南に来ることによってなんか濁りがちょっとあるのかなということでね、はい、まあ、こっちもそれなりにちょっとワンドチックになってるけど、やっぱ牛橋のね、南側の方が多分一番、まあ、やってて、うん、可能性を感じたかな。はい、なんでこっちはどうなのか、うん、ね、ちょっとやってみたいですね。流れはやっぱりこっちの流れあるかな。今も11時があったんでね、多分潮止まりから多分アニソンが多分入ってると思うんですよね、うん、さあということで、もうやってもあと、まあ、10分15分だな。あと急いで片付けて鬼嫁様のね、護衛任務につかなきゃいけないんでね、まあ、最後ここでバシッと連れてくれれば一番いいんですよ。はい、最後の最後にドラマを満たすということでね。まあ左には3代目ヒラメ王
右には3代目ヒラメハンター、去年のねあのヒラメ王決定戦の各部門の優勝者が両隣にいるわけでございますからね。え、さあ果たして最後の最後に釣れるかどうかね。え、7カ所も回ってね、当たり強い当たりがないからね、全て俺の勘違いだろあれ、うん、あーでもなんだろうね、やっぱ潮止まりからやっぱり上げ潮になったっけ、流れ逆になりましたね、左の流れに変わりましたこれ、うん、潮止まり、うん、そうだね、やっぱさっきの牛橋の南側の方でもやっぱ若干左の流れに変わってたからね、いやいやいや、流れ変わったね、逆になりましたね。さあということで、さあどうだろうか、あーこっちはどうだろうね、若干南側に比べたら遠浅なのかなとは思いますけどね、サーファーさん入ってる方もあれ完璧遠浅なんで、はい、去年もねあっち遠浅だったんですよ、結構ディープウェディングですね、行けるとこまで行ってそこからフルキャストでやっと去年ヒラメ釣ったってね、参加者の人にちょっとねお話、まあ、聞いたんですけど、うん、なんで結構だから遠投しなきゃいけない感じだと思うんですよこっちは、うん、あーでもなんだろうね、アンギュラーさん的には、まあ、こっちの方、まあ、何人か3組くらい入ってるんですよね、うん、俺らの他に、うん、だからまあ入るとしたら笠野の方とか、まあ、牛橋の南側の方が多分メインになってくるかなと思いますね。あとこっち側の方ですか、もう一つ隣のこっち側は多分サーファーさん多くなってくるからね、うん、さあということでどうでしょう、左の流れだったもんね今度ね、いやーこれどうだろうね、多分大会だと、こんくらいの感覚でやれればいいけどね、ワンチャンこの感覚だったらひどいでももう一人くらい入ってくるかもしれないです、多分、場所がないんで、この間に一人入られたら結構きついよね、こんだけ流れ強いと、隣の人のお祭りね、なると思うんで、せめてこの感覚かなとは思いますけどね、ここの間に一人入られたら、阿武隈川の格好で一緒ですよ、うんね、まあ、どういう風になるのか分かんないけどね、まあ、声の掛け合いくらいは、まあ、して、ね、まあ、トラブルのないように、まあ、大会やっていただければと思いますけども、さあということでどうだろうな、結構流されるね、逆の流れだもんな今度な、こっちの流れだもんね、いやーすごいな、結構真横から帰ってくるぞこれ、いやーやべえ流れが、やべえ流れがやべえ、相当横に行ってるこれ、いやゆっくりやれないねこれね、いやーこれゆっくりやったとこひそさんの方行っちゃうよこれ本当に、いやーこれちょっと早めに巻いて早めにちょっとあれするしかないね、ねえ、周りの感覚が広がったら扇形にこう投げてこうやるんだけど、隣熊谷さんがいるんでこう投げてこうやって、うん、やるしかないだろうから、まあ、サングリだとしてもその辺までなんですよね、だから、うん、もう本当にこう着水させてもうボトムについてそのままズルズル引っ張ってるね感じだと思うんだけど、こういう感じの誘い方でもう多分回収しないと多分真横から帰ってくるから、今だってまだこの角度でねあれでしょうから、いやー流され方が半端じゃないな、まあ大会当日ね流れがなければ一番ね釣りはしやすいでしょうけど、過去2回渡り途中入れてますけど流れがない日なんてなかったっす、はい、両方とも激流でしたけどね去年一昨年とね、うん、だから濁りはそんなね、うん、あれだったけど、まあでも一番濁りなかったのは大畑浜の方ですね、はい、こっちに来るにつれてだん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 ちょっと濁り出てくるかなって感じ、うん、
流れが長かったのは吉田浜の瀬戸らの間、地形的に一番面白かったのは石橋南側、まあ、そういう感じで、まあ、いろいろね、もう県南サークでも特徴、ね、ある感じだったのでね、まあまあ、ご自身に、ね、合ったポイントを選んでいただければなというふうには、はあ、思いますけども、今回、ね、一応7カ所、ね、大畑から、ね、吉田浜、牛橋、笠野と、ね、はい、回ってきましたけども、果たしてどこで、ね、大きいサイズのヒラメが上がるのが、楽しみでございますよ。まあ、今回はこういう形で、ね、県南サーフを、ね、本当に徹底調査したと思います。はい、ね、端から端まで、ぜひ頑張ってね、釣っていただければと思いますよ。ということで今回はね、おそらく釣れないでしょう、もう激流で、はい、あれなんで、とりあえずあとは最後バシッと何かドラマが生まれればいいけど、この後何も投げれば釣れなかったと思ってください。はい、ということでね、今日はこれくらいでいいんじゃないでしょうか。ということで、はい、ヒットしたら、はい、カメラ回したいと思います。あっ今ブチって言った、飛んでった。ということで、もうリーダーから言ったんで僕帰りますわ。無事だってよ。来てたんですけど、めちゃくちゃ飛んでたんですよ。知らないところまで飛んでいきました。ビューテンチマン。すげえ飛んできました。無事だってよ。ブチ子だよ。もう終わりにしまって、リーダーから言ったもんだと、もうダメだよ、もう終わりだ終わり。はい、ということでもう強制終了です。はい、ということで今回はね、大畑浜から、笠野まで端から端まで県南サークを徹底調査いたしました。渡り町長杯参加される方はぜひ参考にしてください。はい、ちなみに私今回渡り町長杯参加しません。マジですか。はい、鬼嫁の誕生日前日でご飯食べに行くんで僕参加しません。なんで渡り町長杯って名前出してんだって話だよね。僕参加しませんので。7カ所回ってきて、はい、7カ所も回って、はい、僕参加しません。僕の分まで皆さん頑張ってください。はい、ということで、ね、今回はオクベイトとヘンチマンが亡くなりました。なるほどございました。お疲れ様でした。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。俺たちやることは一つ、戦え。誰が一番か決めようぜ。でけえ、いったね、これ優勝だ、優勝だ。いや、数で攻めるか、大きさで攻めるか、狙うか、前人未到の二冠、長家を捧げよう。こんばんは、みさです。
前回大会優勝してしまいすいません。サイズは運です。でも堀田さん言ってました、大きいのが出たところにはまた大きいのが出るらしいです。石川さんが釣ったあの場所気になりますよね。みんなで第4回盛り上げましょう。お願いします。はい、こんにちは、熊谷です。今回は鳴尾の釣り道楽第4回ヒラメ王決定戦が開催されるということで、ヒラメ釣れるポイント2つあるんですけど、まずは朝早起きしてサーフに向かうっていうことですね。それがまず1つと、でもう1つは鳴尾さんの動画を見るっていうことですね。結構ね、1人でね喋ってるんですけど、割とねあの人ここで釣ってるとか、こういうので釣ってるとか、結構細かくね、喋りながら釣ってるんで、意外とそれって攻略になるんで、皆さん動画をね、よく見て、聞いてみてください。アドバイスになるかもしれません。エントリーは公式 LINE から、概要欄に登録フォームがございます。お名前、釣った場所、調光日、ヒットルアー、サイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、ヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。調光日から1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。調光方法はルアーワームに限ります。調光エリアはサーフ、加工、堤防、漁港、磯となっております。船釣り、餌釣りの超過は無効となりますのでご注意ください。皆様からのエントリーお待ちしております。はい、ということで今回フェブリエの秋の新作スイーツ、こちらがね、和栗のモンブランと魅惑のレモンティーということでね、はい、2種類いただきましたんで、はい、早速ちょっと食べてみたいと思います。まずはちょっと和栗のモンブランの方からね、ちょっと行ってみたいと思います。さあ、果たしてどうなんでしょうか。おお、結構しっとりで、やっぱ国産の栗だからやっぱ違いますね。はい、普通のモンブランと、うん、美味しいです。はい、結構モンブラン好きなんですけどね、こういううねうねって形じゃないタイプのね、ね、普通だとこう糸巻きみたいになってるじゃないですか、モンブランって。こうじゃないんでね、これこういう感じです、これ。はい、うん、なんかね、こうサクサクのこういう感じですね。はい、もう非常に美味しいですこれ。栗どうなんだろうね、栗とか、なんかこれなんかサクサクしたやつ入ってるこれ。うん、栗、魚は入ってないけど栗は入ってる。ああ、どうだろうね、生の栗は入ってるのかちょっと分かんないけど、はい。あとこちら魅惑のレモンティー、こちらもちょっとね今から行ってみたいと思います。さあ、どうなんでしょうね。なんかちょっと酸っぱいかも弱なとは言われてたんですけども、ちょっといただきます。おっ、結構酸っぱい、結構酸味強いとか、うん、甘いのかなと、結構酸っぱいですこれ。うん、いやでもなんだろう、口さっぱりですこれ、いいですね。なんかこういう感じなんですけども、これなんだろう、結構、わお、酸っぱい、うん、こういう形でクリーム入って、うん、初めて食べる食感というか、なんだろう、甘いのかと思って脳が甘いと思って食べると酸っぱいから、なんか脳がバングりそうな感じの何つって笑ってんだよ、おい、あまりの食リポの下手さに笑ってんじゃねえよということでね、やっぱり俺食リポ下手です、食リポ我こそだっていう方はぜひナルオの公式 LINE に食リポ希望とお伝えくださいということで、ナルオでございました。